で、交渉がうまくいかなかったらどうすんだ？モンスタークイーンと戦うのか？敵に回したら実に手強いだろうな。レディ・ヘルベンダーは敵なんかじゃない。うまくいけばビジネスパートナーになってくれるお方だ。きっとうまくいくね、グルート。私はグルート。そのグルート、橋を頼む。要塞はこの崖のすぐ向こう側だ。レディ・ヘルベンダーにもしものことがあったら、次に玉座に座るのは誰？今日は不死身だろ。こっちなのは確かだけど、簡単には登れそうにねえな。簡単にできることに価値はない。お前にとっちゃな、俺は簡単がいい。ダメだ。固いこと言うなよ。で、女王と値段交渉になったらいくら復活するつもり？6万だってどうする。商売できてんだぞ。今回は儲けを出さないと。ああ、セクナーフには道路って概念がねえのか。ジャングルを切り開く必要があるからね。野生生物を一部殺すことになる。いいね、一石二鳥じゃねえか。ナーフナインは保護区なのだ。ゴミのひとかけらでも残せば、レディ・ヘルベンダー自らがそれを返しに来る。恐ろしい方法だ。そんなことあるか。間違いなく今まで見た要塞のトップ10に入るな。ありゃどういうことだ。お前、封鎖区域のモンスターはレアなはずだっつってたよな。すでに群れごと飼ってたってわけ。飛んだ時間の無駄だったら死にかけたのこれかよ。逮捕もされたし、もう決める。ほどほどに楽しませてもらう。それで今や船には時限爆弾、札には借金だ。うさんくさい情報を信じたばっかりにな。まるで息つく暇もない。毎度毎度うざいブヨブヨモンスターとか、カンカンな警察とか、その辺の船の爆発に巻き込まれたりとか。おまけに天気はいつも最悪。本当だよ、びしょ濡れで腹が減って頭にくる。くそ、この取引だけは絶対に成立させるぞ。よし、あのバカ豪華な宮殿に乗り込むぞ。そんで大事なチームメイトを高値で売りつけてやる。俺たちは大儲けするんだ。ジョートの一件が待ちきれんだ。さっさと済ませよう。これ何かの冗談？なるほど、思ったより遠いな。だいぶ遠い。無限に伸びてんじゃねえかこの橋。それは大げさだネズミ。橋は要塞までしかない。無限とは言えん。ああ、慰めになったよ。ぼちぼち行くか。3サイクルか。ピーター、なんか忘れてねえか。いいでしょうか。ああ、そっか、降りね。マジの商談っぽく見せるんで手に入れたんだろ。グルート、入ってくれるか。私もピータークイル、今なら間に合う。動きはモンスターらしくない。やっぱりグルートじゃなかったかもな。ロケットの脱獄の腕は一流だ。もし取引の後事態が悪化したら。正しい決断だ。え、話し合ったよね。グルートを檻に入れるのは気が進まない。そりゃ間違ってるからな。ピーター、でもうまくいくさ。なかなかいいとこついてたぜ。ドラ、ガモラ、手を貸して。やだ。え、なんで？リーダーの安全を守らないと。おい、なんだよ。
一本取られたらクイル、黙って引っ張れ。お前が引っ張ることはねえよ。そんなこと気にすんな。よし、そう。じゃあクジラなんて見たことなかったけど、これで見たって言えるよな。綺麗なのはわかるけどよ、俺が檻の中にいる間、変な奴をおびき寄せねえでくれるか。はあ、暇つぶしにさ、キャンプファイヤーの歌でも歌わないか。何を歌おうかな。ああそうだ、こういうのはどう。やめて。わかったよ、釣れないな。あ、また。やめてって曲？違う。そっか。なあ、こいつを引っ張る係、いつ交代してくれる？要塞まであと60クリックほど。75クリックくらいじゃない。確かめる方法は一つだけだな。 0.1 クリック、 0.2 クリック、 0.9、 2.1、 0.3 クリック、 4.5、 0.4 クリック、0.5 クリック、 0.6 クリック。うざい、距離より数えるのやめて。順番番に超濃度の高さが染めたくないかよ。静かに回ってもいい、聞こえないわけだ。何見てんの。スターロー、この怖い目の人は急がないと一人で食べちゃうわよ。13歳か。はあ、早いものね。すぐ行く、約束するよ。ええ。旅するってすごいだろうな。ジョージ、その調子だよ。いつか必ず殿堂入りするさ。帰れたなんてね。メイデンのライブマジすごかった。もうすぐ庭で寝れるくらい暖かくなる。星を見ながら寝るのは好きだな。宇宙を思いながら。ママが子供の頃、おじいちゃんがよく弾いてたって。僕が知る限りずっと壊れてるけど。アンディが言うには歯ブラシを使い回すとヤバいって。脳みその中に寄生虫が湧いてゆっくり乗っ取られるらしい。やっと来てくれたのね。僕のケーキは？言ったでし
嘘でしょ。あ、もうお腹いっぱい。まあまあ。はいはい、座ってんのロマくん。大丈夫、歌わないから。歌ってよ。茶化さないの。さあ吹き消して、願い事は何？やっぱりガールフレンドがいるみたいね。ジャニーかな。いいわね、ジャニーじゃないよ。頭がいいし、ママ好きよ。落ち着いて、からかっただけよ。何を願ったの？いや特に何も、欲しいものは全部ある。なるほど、今から何をねだるのかしら。10ドル欲しい。ダンとアンディとコスモの騎士を見たいんだ。映画今夜。いいでしょ、生かしてるんだ。ゾンビが地球を侵略するんだけど、子供たちが全員ぶっ倒すんだよ。そんな映画見てほしくないわ。ほら、ホッケーマスクの例のホラー映画を見て一人で眠れなくなったじゃない。昔の話。それにこの映画は13歳以上向け。僕は13歳。ほら、暴力や性描写があるってことでしょ。大したことないって。お尻が見えたり。説得力ないわね。今夜は親子だけで過ごすのはどう？ゲーム終わらせるとかさ。勝てそうなんだから逃がさないわよ。帰ってからでもできるよ。少しなら。明日も。いつも外で遊べって言うじゃん。映画館は外で遊ぶには入りません。分かってるでしょ。一生のお願い。どうかしら。トラックはまだ修理中だし、暗くなってから出歩くのはね。最近は変な人も多いし危ないのよ。気をつけるよ、いつも通り。目にあざを作ってきたじゃない。それはだって。分かってる。誰かを守ろうとしたんだよね。それはいい。でも拳で切り抜けられることばかりじゃないの。黙ってられなかった。ええ、もちろん分かってる。バッグを取って。まだよ。出かける前に話すことがある。渡すものも。20ドル。こら、パパからの久々のプレゼントってとこ。私のベッドにあるわ。キッチンを片付けるから取ってきて。一緒に開けましょう。ダイヤルに触らないでよ。すごいケーキだね。買ってきたやつじゃないの？お世辞はいいわよ、ピーター。ほっといて、気に入ってるの。ほら、あなたの小さな手形までついてる。つまんない本。2階のプレゼントを取りに行かないなら後でアンディに渡さないと。あいつがスターロードのワッペンを諦めてくれてよかった。2人でお揃いになってたらダサかったしな。あざはできるし、ズボンもこんなになった。ダンとアンディに泊まってもらう。庭仕事を手伝ってもらえるし。ただってわけにはいかないんだね。ママとのキャッチボールでまだ手が痛い。プレゼントは新しいグローブかな。キューブリックね。おばあちゃんとおじいちゃんを待っても無駄だよ。もう帰ってこない。寂しいよな。
ああ、ナイトライダー見たいな。再放送を待つしかないか。もうすぐママの勝ちだ。小さいのに大変だったな。おじいちゃんのテクニックがなかったら逃がしちゃってた。地下で寝るのが怖かった時、おばあちゃんたちは一緒に寝てくれたな。やっといい感じのヘアスタイルにしてもらえた。懐かしいな。日曜日はおばあちゃんと町に行ったっけ。帰りは必ずアイスを買って食べた。冬でも食べたな。芸術はあまりわからないけど、これはすごくいい。おばあちゃんにはきっと才能があったんだ。晴れてる。僕が映画に行ってる間、ママは星空を見てるのかな。 UFO はだいたい気球とか星らしいってダンが言ってた。でもその中に本物も混じってそうじゃない。いつかママに打ち方を教わりたい。今年の夏おじいちゃんに教わるはずだった。メレディス・クイル、パーフェクトゲーム、悪くない。おかしな話だけど、ママは父さんがエイリアンだって言うんだ。本気で信じてるんだ。そんなのありえるかな。やっとだ。え、モンスタークイーンの要塞へ到着した。入り口には着いた。で、さっきも言ったけど、私なら救出作戦くらい単独でこなせるよ。悪いが、俺の命はお前なんかに預けらんねえ。俺の命だ。俺の作戦で行く。ピーターが決めて。いいか、檻に入ってんのは俺なんだぜ、お嬢ちゃん。リーダーはピーター・クイルだ。お前が死ぬかどうかは奴にかかっている。だったらロケットの作戦で決まりだ。正直細かいとこ聞いてなかったけど。な、ホトボケ隊長殿もお前の体操技なんだ信頼してねえんだよ。またそういう手もあったか。使えるかどうかもわからない技術に頼るのはやめた方がいいって思ってるだけ。あいつら本気か。それを確かめるとしよう。お前らの同じにだって使える。名前はガーディアンズ・オブ・ギャラクシー。聞いたことないな。私はクロート。モノホンのモンスター業者だ。今日のところはね。箱の中身はハーフワールドさんのモンスター。この星系一凶暴凶悪だぞ。いらん。それだけ。ロケット。ただのチビじゃないか。あいつはヘルビースト。その名はレディに由来する。口を慎め。リーダーを進め。こちらの気が変わる前にな。レディに細切れにされたらまとめてその箱に詰めて放り出してやる。ヘルビースト？ぴったりだろう。この小動物は悪魔のようだ。気に入ったぜ。騒ぎを起こしたら簡単には逃げられなさそう。うまくいくさ。ヤバいモンスターと手堅い作戦がある。もっと慎重になれ、ピーター・クイル。レディ・ヘルベンダーが我らの策に気づけば降伏は免れ。なんだ、名前にヘルがつくからもっとビビれってか。動物園を持ってるだけだろ。あれは動物園じゃない。モンスター女王はモンスター軍を率いている。飼育係じゃなくて。オーサスが飼いならされていると。あれが人を踏み潰すのを見たことがある。平気だって。最悪ミラノで一目散に逃げりゃいい。あんたの秘策って逃げること？予備の作戦だ。
もしもの時の。でもさすがに宇宙までは追ってこれないだろう。おい、マジかよ。最初からここに着陸すれば、道中の苦労を避けられた。フェールの操縦は寝ぼけたバルーン並みだからな。おかげで作戦を練れたろ。そこらのバカには見破れない。レディ・ヘルベンダーはバカではない。モンスターが消えたらすぐに疑われる。だろうけど、証拠はない。議員が横断してまで追いかけちゃ来ないって。うわ、見てこの場所。私転職しようかな。まさにレディ・ヘルベンダーのような強大な戦士にふさわしい。いつか俺たちもコンプレッツになる。お前には無理だ。無理に近づいてもう一回行ってみろよ。ここも悪かないけど、全ガーディアンズ艦隊を収容するにはちょい手狭かな。艦隊があったのか。ならばなぜあのような小舟で我慢して。そうじゃなくてもういいや。ギラロンの頭蓋骨だ。これは値千金の仕業ぞ。だから金庫室か。千金？金庫室？こそこそ忍び込むのはやめだ。ここらで一応強盗といた。やめろ。ついてきて、よく聞き。レディ・ヘルベンダーの動きが近づかないこと。レディから近づいてきた時はその場から動かない。妙な動きは元気ない。お会いできて光栄ですよ。しらじらしい挨拶は無理。これは失礼いたしました。すべて分かった。私を侮る。アラタラを捕まえたと主張するのはお前が初めてだな。私が嘘をついている。お前の主張が真実というなら証明せよ。だができぬのなら詐欺師にふさわしい最後を送ってやる。陛下、私は決して。さあ見せてみよう。楽勝だな。次の売り手を先ほどのやつの相続人に1万ユニット。話せ。どうも、スターロードです。ドラックス・ザ・デストロイヤー。狂気のタイタンを破滅させた者本人だ。これはこれは。会えるとは嬉しいぞ。思っていたよりも小さいな。お？何を期待していた？ともすれば答えられるかもしれんぞ。ありえんな。どうかな、デストロイヤー。私はとても強引だぞ。ピーター・クイル、彼女は俺に気があるようだ。うまくやれ。お世辞を言うとか頼むぜ。そうだな、
お前の交渉は当てにならん。女王よ、その巨大な武器から察するに、あなたは凄腕の戦士である。いつか我が力を披露してやってもよい。戦いがいがありそうだ。答えよ、デストロイヤー。なぜセクナーフナインへ来た？ピータークイーン、モンスターを。どれくらいで大人になるのだ？大人って？小皿からミルクを飲むのはもっと可愛いぜ。あ、ミルクなんざ飲むか。ロケットはマジで可愛いよな、みんな。ああ、だね。鈴がついたリボンとか巻いたりして。あと、アライグマが冷蔵庫を開けようとするのは本当最高に。アライグマなんかじゃねえ。短気なところもまた可愛いな。おい、何度も言わせるな。俺はアライグマなんかじゃねえ。可愛くも赤ん坊でもねえ。何やってんだ。ブラピーダクル、ほら喋ってないで逃げる。よし行こう。何としても脱出するぞ。まだやることがある。今なんて？金のために来たんだ。手ぶらで帰れるかよ。おう、あの金庫室をすっからかんにしてやるぜ。それ正気？ピーターでもそんなバカなこと言わないよ。何も持たずに手ぶらで逃げてか。生きてここから出たいだけ。そもそも金庫室はどっち？俺を見るな。どうすりゃいいかはロケットに聞け。なの簡単だ。エレベーターまで戻りゃいい。無謀な行動で我らまで殺すな、ネズミ。俺に説教か？銀河中の人間を殺した奴がよ。その犠牲者にもう一人加えてもいいぞ。おいでなスター。全力で行け、ロケット。ロックスターってこんな感じだろうな。死ぬほど言うねえってか。お前のバカ、頼むぜ。想像しにあってこい。殺しただけユニットをもらえてれば生き延びたことが報酬だ。バラバラにしてやる。時で合ってるはずかな。お前の保証は果てにならん。何しなきゃ、ダモノのせい
ルベンダーに雇ってもらえないね。あんな悪役プロレスラー、こっちから願い下げだぜ。奴らに投げつけてやれ。最後に注意。スペストラック、ボケット、アレイダー。このヘルレイザーも地獄の星とはならん。見せてやってドラッグ。軍警察への賠償にネズミを納品する手もある。なんだ、俺が悪いってのか。これはどこだ、この発達だ。効率の悪い取り立て方だ。投げろ、トラックス。順調にいってる。おい、やることはやってるぞ。大したことはやっていまい。言ってろよ。けど俺がいなけりゃこのドアも通れねえぜ。あんたがいなけりゃ通る必要もなかった。この通り朝飯前よ。金庫室が手招きしてるぜ。自称ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーを始末したヘルレイザーには5000ユニットを与えよう。こうなったらやけくそだ。暴れまくってやろう。千切りの時間だぜ。俺も計画のうちか。ロケットは適当でしょう。投げるんだ。有名なおっさんはどこだ。滑稽なこと言うな。ドラッグス、これ投げれ。楽しみだ。見せてやって、ドラッグ。警戒しろ。飛ばせ。エディ・ヘルベンダーは自ら出向いてくるべきだ。誰も出てこないのが一番だな。大丈夫なのか。スライスしてやれ。奴らを見つけて殺せ。奴らの首を持ってこい。縛りつけるんだ、グルート。その剣の力を見せてやれ。あのエレベーターに気をつけろ。俺の力にこそ気をつけろ。ちょっとかし返した金庫なんだろうね。エディは金持ちだ。私に勝てるよ、やつらめ。エディ・ヘルベンダーは交渉に長けていたな。弱腰じゃなかったのだけは確かだな。ついてこうぜ。はい、戦え、腰抜け。ねえ、これってどうやら罠にはまったみたい。やばい、ここにいてはダメだ。みんな出口を探してくれ。急いで。私たち人目だ。
しかも2機ぶつかったら壁にいい穴開けてくれそうだぜ。ここの床が脆くなってる。下にトンネルかなんかがあるっぽい。まさにデストロイヤーにうってつけの仕事だ。瓦礫に変えてやろう。このままじゃミンチになる。下水の中を這い回れってのか。もう濡れんのはごめんだぞ。あんたの意見は二度と聞きたくない。とんだ例の言い方があったもんだな。感謝の気持ちは芽生えていない。殺意なら芽生えたけど。もういい。過ぎたことを責めても仕方がない。狂ったタイタン人に仕えた奴も、そいつを殺したイカれた奴もいる。フラーケンみたいに可愛いなんて言われたら、ちょいと機嫌が悪くなる奴もな。俺にも似た経験がある。そうだな、誰にでも我慢の限界はある。グルートで言っとけばよかったのに。なら俺じゃなくて優柔不断なリーダーを責めるんだな。責任はいきなり打ち始めたバカネズミにある。言うな、フーベリ。もっと打ちまくってもいいんだぜ。私に頼む。お前らみんな火炙りだってさ。私に頼む。もうなんだよ、寄ってたかって。でも後でやっぱ許せっつっても知らねえからな。オブギャラクシー、お約束の展開だ。売るのはドラッグスでもよかったな。エレベンダーのやつ、おっさんと一晩過ごしたがってたろ。これの際は売り物ではない。お前はまだ12000ユニット借りがあるぞ。なんだ12000って。俺の苛立ちを加算した数字だ。着いたぞ、深呼吸しろ。とうとうお待ちかねの金庫だ。もちろん扉は鍵付き。任せとけ。いた、待ち受けだよ。待ち伏せしてたのはこっちだ。ぶっ壊してやれ、ロケット。やっかいにしてやれ。痛みを受けるよ。いや、信じられないぜ。本当にすごくないに吹っ切ろ。これは現実だ。そっちに行けばよかった。開けられない鍵はねえ。1分長引くたびにお前の借金を増やす。静かにしてろ、天才をせかすな。全ヘルレイザーは大金庫へ。たまにはめっちゃ急ぐのもありかもな。よしこい。ライバーも振るわなくなった。どんどん来るぞ。こっちはどうだ、ロケット。ざっくりしてどれくらいだ。木の力を見せてやれ。いつまで頑張ればいいわけ。ネズミの読みは当てにならん。叩き潰してやれ。無駄な苦しみだったな。ヘルレイザーはこいつらに何食わせてるんだ。いい質問だ。あいつらを始まって確かめようぜ。
言え。ああ、ちょっと、一人で蹴りをつけるとしたらこの私だよ。私ね。今俺に見えてるのは何だと思う？最高のチームだ。クラクラするぜ。クラクラ？何に？俺は正気だ。みんなとなら24時間戦ってたいくらいさ。さあ、今は奴らをぶっ倒そう。みんな行くぞ。残念ながらそういうこと。キラケーゴマ、まあいいだろう。今のうちにさっさと入れ。腹を引っ込めろグルート。トラックスゴー。仲間を殺しちゃダメだ、ガモーラ。どうして？契約書に書いてあるだろう。俺はそんな契約知らんぞ。こいつはリスクになるだけ。はっ、銀河一を追われてる女のくせに。危険なったよ。同じだろ。ありがとう、ロケットは。殺されそうになったのに。はあ、俺たちは入れたんだぞ、この大マジェラニック星雲一のクソ金庫に。お宝なんかねえじゃねえか。ギラロンの骨に根をつけられん。つまり無価値じゃねえか。おい、頭を冷やそう。同意だ。俺の腕も多少疲れてきた。粘れ、ドラックス。ガモラ、サポート。ロケットと俺は金になるものを探す。グルートは何も壊すなよ。パッと見ゴミの山でもお宝があるはずだ。私はガモート。綺麗だからってお宝じゃねえんだよ。ありゃただのライトだ。しかも重いし。